ユベール・ライトゲブ・フーベルとライトゲープは、オーストリアの植物学者である。植物解剖学、植物生理学、コケ類の生活史の分野を専門とした。グラーツ大学で働いた。クラーゲンフルトラント軍のポルテンドルフの地主の家に生まれた。屋敷で教育を受けた後、ケルンテンの歴史のある高校、ユーロッポジムネッシム・クラーガンフアトに進んだ。 クラーゲンフルトの聖パウロ修道院の庭園や園芸家のグラーフの影響で植物学に興味を持った。16歳でグラーツ大学へ進み自然科学を学んだ。2年後、ウィーン大学へ移り、フランツ・ウンガーの下で小物解剖学を学んだ。1855年に最初の論文を発表し、同じ年にグラーツ大学から博士号を得た。1856年に 教員資格を得た。数年間、チェリエやゴリツヤで高校の教師を務めた後、1864年から研究生活に戻り、ウィーンやミュンヘン大学で研究した。ミュンヘンでは、カールネーゲリの下で研究した。1866年から、グラーツの高校の教師をしながら、グラーツ大学の講師も務めた。1868年に、 グラーツ大学の植物学の非常勤教授になり、1869年に教授となった。1876年に学部長、1884年に学長も務めた。1873年にグラーツ工科大学のアウグスト・アイヒラーが、キール大学に移った後、グラーツの植物園園長を兼任した。植物園の充実に尽力し、 ウィーン大学や中ビンゲ元ン大学の教授職への就任要請を断って研究所の建物の新設などを働きかけたが、その要請は十分に満たされなかった。首長はカンのコケ類の研究で高く評価された。レーゲンスブルクやエディンバラの植物学会の会員であり1873年にドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれ、1878年に ウィーン帝国科学アカデミーの会員に選ばれた。ドイツ植物学会の副会長にも選ばれた。新核生物の種、カラディーナ・ライトガビーやコケ類の種、ゾオープシス・ライトガビアナやランカの植物の俗名、ライトガビアに懸名された。グラフ・レール・タ・ゲシヒテ、ドイチェ・リトラ・トゥア・ウント・ネイチャージェシクと、エーム・ギムナ・ジウム・イン・クラーガンフ・フアと、 ウェルチス1871バースタトリクトベルダ、メアーズセナーパーソンシーヘイン、ルートビッシュミュード、エド、プロフェッサーライナーグラフ、ネクロラグ、イクスイ、プログラムで KK ストッツジムネッシアムズズ、クラーガンフアト、クラーガンフアト、ダラックフォンジェアンドカイ、レオン、ピアニッシモ、5960、ウーバークジェルフォーミッチゼルバーディカンガンインデアウデュハル、アイネガーオーオーキティーンインデンシツングスブリクトムントダイ、 ラフトワーソウルンデアオーキティーン・インデン・デンクス・クリフトン、デアウィーン・アカデミー・デア・ウィスンシャフトン、ベーデ1864、ルドルフ・マテアス・シュスター、ザ・ヒパティッキー・アンド・アンター・スラティ・オブ・ノース・アメリカ、イースト・オブ・ザ・ハンドレス・メリディアン、ボリューム1、ニューヨーク、コロンビア・ユニバーシティ・プレス、P70、カール・ジ・リンカ、シュトゥーディアン・ウーバー・ラ・ダースナー、アイ・ウーバーダイシーン・ビスウント・アナトミエ、 本土タトリエンはオステムジーナスカラディーナ、サイトシュリフトフュアビソンシャフトレカズラジー、44、ピアニッシモ、416、483、フォーマット、PDF ハットベンジャミン・キャリントン、ウィリアム・ヘンリー・ピアソン、ディスクリプション・オブ・ニュー・オーアレア・タスマニアン・キパティッキー、コレクテッド・バイ・アール・エバスト、エスク、カイ・エル・エス、ペーパーズ、アンド・プロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサイティ・オブ・タスマニア、 放線887、ピアニッシモ、サンゴライトグは、植物の学名で命名者を示す場合に、フーベルとライトゲープを示すのに使われる。ありがとうございます。